Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania. Jadi hari ini gue pengen kasih lihat kalian pemandangan di Hokkaido kalau lagi salju. Sebenarnya sekarang lagi turun salju sedikit, cuma kayaknya nggak bakal kelihatan sih di kamera. Jadi gue pengen kasih lihat aja pemandangan nih perumahan-perumahan kalau lagi salju. Jadi waktu summer kemarin kan kita udah bikin video yang jalan-jalan di perumahan gitu kan. Sama lah kayak gitu, kita cuma mau jalan-jalan santai aja, lihat-lihat kondisi sekarang kayak gimana di sini. Oke, sekarang ini nando? Nando daro. Betul ya guys. Ini adalah life hack kalau misalnya kalian sarung tangannya nggak bisa buat touchscreen, kalian bisa pakai hidung, guys. Tuh, bisa kan? Jadi tinggal pakai hidung aja begini. Dan kita bisa tahu sekarang ternyata minus 11. Jisai sonna samukanji nai yo ne? Ya, sabi yo. Samui no. Ya, kono e kitete nan toka desho. Ah, sokka. Kita udah pakai baju berlapis-lapis. Sami yo. Dan BTW sarung tangan baru. Yay. Oke, let's go. なんかこう、あ、じゃあ Let's go! どこ行く？ん？じゃあ、なんか北海道らしい、雪国らしいものがあったら、ほら、あの棒は？ほら、あの棒。あの棒？うん。何のためにある？子供が遊べるように。わかんない、正直わかんない。え、わかんないの？この棒、ほら。角がありますよって。そう雪降った時にどこまでが道路か分かんないから、うん、こういう棒があるとどれぐらい高さ積もってるとかどれぐらい道路に幅があるか、うん、こういう棒があるんだよね。なるほどね。北海道はでね、雪降ったらね、まず車が、ね、止まっちゃう。これは全然マシマシ全然もう見えなくなるぐらい積もるよね。特にトマムだったらね、余計雪が多いからね。全部埋まることはないけどね。うん、これぐらいまで見ちゃうよね。どのぐらい？これぐらい積もるの。うん、50センチぐらいはね。でも寒くてこういう体勢になっちゃうよね、うん、歩くときは。で丸くなっちゃうね、猫みたいにね。そう、いやでも今暖かいから大丈夫。あ、ほら人が今雪かきしてる。雪降ったら。うん、必ずね、雪かきしなきゃいけない。だってこういうところもね、なんか今必死になってるけど、これ自分たちで拭かなきゃいけないからね。そう、そこね、あの黄色いやつあるじゃん、あれ使って、あのスコップとかも使ってここ全部きれいにしなきゃいけないんだよね。そう。で、道はだいたいね、大きい車が、除雪車がね、そう、除雪車が、うん、通るから大丈夫。除雪車が雪をどけてくれるから。そう。これは、めっちゃふっかふかなんだけど、見てよこれ。うん。めっちゃ、あ、めっちゃ積もってるね。あれだった。うん、排水溝だったね。え、見てこれ。やば。気持ちいいんだけど。やば。サラサラね。体出す。おお。カメラに。どうですか皆さん。こうすごくふかふか。うん、サラサラだね。そう、サラサラ。サラサラだから雪だるま作りづらいよね、ここ。多分これ作れないわ。うん。普通の雪はね、こうしたら結構すぐに固まるんだけど。あ、そうそう、なんかそういうイメージ多分みんなあるよね。その雪だまになって投げれたりとか。そうそうそう。この雪は。でも北海道の雪はこう固まんないから。雪だるまにするのも難しいし。おい、滑って投げるのも大変。今の投げ方何？今のやり方、やってあげるよ。なるべく下の方に投げてこうやってさ、こうやるんだったもん。ハイドの下手くそな。だってバレたくないんだよ。雪かき、雪かき、雪かき、お。あれ大変なんだよ。大変？大変でしょ、やってる。めっちゃ大変だった、うん。めっちゃ大変だった。前の家でやってて、めっちゃ大変だった。最初の方はね、うわ、雪だみたいな雪かきで、うん、ちょっと楽しさもあるかもしれないけど、うん、ずっと住んでると、もう嫌になるよ。ね、嫌になるよね。山がね、
葉っぱがなくなって坊主の山になる。そうだね。あ、これも葉っぱがなくなってるね。これも多分インドネシアだとね、うん、ないよね。ね、インドネシア年中葉っぱがあるから ね、それもなんか日本人の感覚だとちょっとやっぱ不思議だよね。その前ほら、あの覚えてる、あの3月にインドネシア行くじゃん。あ、た時に3月クソ寒いかなとか心配してたじゃん俺。そうだからそれもう完全になんていうの、日本の感覚っていうか、まだ3月寒いんじゃないとかさ、ね、めっちゃ笑っちゃった私。そう、あ、そっか、インドネシアずっと暖かいんだ。そう、いやでもね、職場でもめっちゃ聞かれるんだよ。インドネシアって今季節何とか聞かれるんだよね。めっちゃ。そう、季節とかないんですよ。雨季と乾季しかないんですよって説明しなきゃいけない。うん、雪だと音がうるさい、歩くとき。そうね、聞こえてるのかな。聞こえてるよ。ちょっと静かにしよう。聞こえてる？聞こえてると思う。でもこれ気持ちよくない？なんか気持ちいい。だけどここに置いて、おっと深いね。なんでこれ深いの？いや、なんでって言っても行きたいと思ってるだけ。何があるこれ？あ、排水溝じゃない？排水溝？くっしょー。見て、これも。この帽子の部分がちょっと、あれね、動画で、ね、あの矢印刺してあれこれね、これ、ね、これこういう暖房のね、暖房のために一番使うからね。そうね、冬って何ができるの？どういうこと？北海道？うん、もうスノーボードとかしかないでしょ。スノーボー好きぐらい、あとワカサギ釣りとか。そうなの、氷の上でね、うんうん。こういう雪見ると食べたくなる気もしない？あー、ないか、日本人はないか。まあでも小さい頃はかき氷のシロップかけたりして食ってた記憶は、なんか本当にそうだよね。あの、俺の出身はそんなに雪降らないところだから、北海道じゃないから、うん、雪降ったら子供の時すごい楽しいんだよね、うん、だからいろんなことしてた。北海道の人はなんだろう、逆にもう普通すぎて、うん、何かわかんないけど、いや、TikTok でね、よく、うん、あの雪の動画流してるんだけど、うん、コメントが食べてみてくださいってめっちゃ多いんだよ。でも正直私、雪ってどういうものか、どんな過程で作られてるか分かるから、しかも動物とかよくいるじゃん、だから汚いなっていうイメージなんだよね。でもね、多分みんな分かんないからちょっと溶かしてみたいよね、うん、あー、確かに。どれぐらいね、ね、まあね、本当に透明なのか汚いのか、そう、溶かしてみたいから次の動画にその実験をやってみようかな。確かに、エクスペリメンみたいな感じ、うん、で、みんな年末年始はどう過ごしますか？あー、ね、なんかさ、あるの？インドネシアはこんな風に過ごすんだよとか、なんか大体家族も一緒に過ごす。なんか年末はこういう食べ物をよく食べるよとか、そういうのはないの？私の家族はあんまないね、そういうの。みんなはあるかもしれないからコメントくださいね。そう、日本はね、私たちも家族と集まって大体ね、ゆっくり過ごすよね、テレビとか見て。そんな感じ。旅行行く人もいるけど、俺はゆっくり過ごす、ね、だからみんなどう過ごすかコメントください。次の動画はおそらく2022年になるかな。そうね、だから、はい、また来年、バイバーイ、見てくれてありがとう。